桶狭間の戦いに勝利し、一躍天下争いに躍り出た織田信長は、天下布武を掲げ上洛を目指す。その一手として独立した三河の徳川家康と同盟、また近江の浅井長政には妹のお市を嫁がせた。さらに前室町将軍の弟足利義昭を擁して、妻濃姫の実家である斎藤家が治める美濃へ侵攻する。対する斎藤は畿内の諸勢力や大和の松永久秀と連合、信長の勢いを止めるべく稲葉山城で攻戦の構えを見せる。難攻不落の稲葉山城を舞台に行われる覇者決定戦、この戦で戦国のもう一つの星が輝きを放つ。織田の将、信長上洛戦。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に上りゃ天下に号令できるってもんだ。めでてえな。年家殿。常ならぬ乱世、故に常の情けや人の心は捨てねばならぬ。うぬの向こう、信長がうつけならば殺せ。ですが父上。もし信長がうつけでなければ、この刃父上に向けることになりましょう。常ならぬ乱世、故に心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。戦なき地平見るために、皆のため戦い続ける。斎藤、三好、六角、おでん、藩織田勢、この戦場に集いし、この好機逃すべからず、すべて打ち破り一気に上洛する。この戦、猿に任せ。ははぁ、必ずや手柄を立ててみせまする。じゃあ敵の命は攻めとない、心を攻める。ナノイチ、
あれ行くね、手伝ってくれ。おう、任せとけ秀吉。いよいよあの策のお披露目だな。雇い主さんのため妨害しちゃうぜ。聞かせていただこう。あんたかっこいいぜ。いついても頑張って。小田浅井亮太だ。今後もよろしく頼む。これは長政さんだ。私のような者に過言な言葉です。急げ。敗走。やられてまったか。余った木材で何か別のもん作るかの。いや、チート時間はかかっても何としてもその股に城は立てんといかん。さて、手はず通り策を実行せよ。敵の工作兵が妙な動きを見せる。叩き潰してくれるわ。雨がしたし。まあ待ってくだされ。あの工作兵、誘うような動きをしとるわ。あっちゃ、やっぱり兵が伏せとったか。ドラえもん様と勝負。あ、勝やつじゃな。黒田官兵衛とか言ったが、やるの？秀吉、私の策を看破するとはな。ちいと手間取ったが、一夜城の完成じゃ。どうじゃ、敵もびっくりしとるじゃろ。一気に城を作り上げた手腕も素晴らしい。何よりもこちらの繊維を折ったのが目。さすが信長様の下には人材が揃っている。私も早く手柄を立てねば。兵は軌道なりでね。この隙に信長の首もらっとこっかな。秀吉殿が攻めに出られるならば、私は信長様をお守りします。あの秀吉なる男を見て戦局は変わる。開門。時は今だ。今小寺の軍師が出てきよったが、あの男なんとか味方にできんかの。
剣が心を切るためにあるのです。我が剣が心を切るためにあるのです。光秀殿、よく兄上の危機を救ってくださった。信長様こそ天下を治めるべきお方、我が身を挺して守ってみせます。天に立てつき世を乱す火種消そう。信長は姫様が傷つくのを知ってて攻めてきた。やっぱ俺はあの男を好きになれないな。それに比べてあの秀吉って人、一夜城で敵戦をくじくなんてやるじゃん。勘弁、勝負あるじゃん。織田に下れな。仕方あるまい。時よ、しかもあの陰険ネクラ軍師を振幅させちゃったよ、あの人。やるねえ。一夜城建築といい、官兵衛の降伏といい、必ず織田に抗っても無駄か。今より我ら美濃三人衆、織田へお味方する。開門。おお、ありがたいの。信長様は決して悪いようにはなさらんで。美濃三人衆まで寝返っちゃったんだ。この流れを作ったのも秀吉だね。余裕を胸の助太刀に参上。決まったかね。斎藤辰興はこもったままか。三の丸に火を放ち、炙り出せ。我が剣が心を切るためにあるのです。戦は終わらない。聖救援コール。救援願う。皆が頼りだ。我が剣が心を切るためにあるのです。そなたの助力に感謝する。時は今だ。今剣を抜かせないでほしいんだがね。変わらない斎藤に価値はない。
だから徹底的に壊す。そういうことでしょ。姫様は斎藤を攻めるだけでも苦しいはず。それをあまり眺め、助けに来んとまずいんじゃないのか。開門。ここは取り上げる。その挑発乗ろう。よし、告げた。信長つーげた。ゆき、今こそ奴を討ち取る好機だり。一旦手を組んだだけ、指図はやめて。報酬はたんまりいただくわ。いかん、信長様が敵陣に突っ込んどる。急ぎ周囲の敵を撃破するんじゃ。よし、三人衆剣山、信長上洛はさせん。隠れて戦況を伺っていたか。無価値、全て絶やせ。いざ。そう構えるな。あらいはただの抜刀だ。あなたの服を呼んであげるわ。貫き通せ。ここで果てるわけには。鮮やかなお手並み、感服しました。我が槍、我が真義に貫けぬものはない。真義の槍、
大変に信長様もお人が悪いよ。せい救援行こう。誰倒れるわけには突き進むのみ。撃ち取ったり。かほどの豪の者がいようとは。いざ。誤ったか。我が槍、我が真偽に貫けぬものはない。耐えきれん。引かせてもらう。せい救援行こう。で倒れるわけには。やむるかな。平和となるまで、それがしの戦は終わらない。引かせてもらうわ。せい救援こう。ここで倒れるわけには。救援かたじけのを存じまする。ご面倒をかけることになった。突き進むのみ。感服しました。我が輩の運命もこれまでだ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。もう天の手中に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。うぬ
の未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみ。